皆さんおはようございます、しらすとのしょうです。イエーイ、時で本日歌い方の解説をする曲はこちら、 One Last Kiss、 宇多田ヒカル、エヴァンゲリオンの主題歌でございます。そんな私はボイストレーナーをしてます、おしらって言います、おしらってください。というわけでこの曲の歌唱内容は SNK 一番難しいって意味ね、とっても難しいです。これさ、上のさ、ミのフラット、うこれがさ、連発するわけ、連発する、まあ、音域的にとっても広いっていうのもあるんですけど、何よりリズムがめちゃめちゃ難しくて、タカタカタカツクタカ、タカツクタカタカツゲタタ、タアルタカツクタカゲタタとかね、ここにビブラートを入れなきゃいけないとかね、しゃくってビブラート入れて、落として息を吐くとかね、めちゃめちゃいろんなテクニックが出てきます。この通り歌うと思うとめちゃめちゃ大変だと思うんですけど、おしらさんと一緒にポイントを押さえながら練習していくことで上手に歌えるといいですねっていう動画ですので、一緒に今日も楽しんでいきましょう。One last kiss, here we go! A メロリズムがめっちゃ難しい。初めての頭アクセント、初めてのルーブルはビブラート。なんて、もう一回アクセントね。なんてことはなかったわ、なかったわ、こう区切るよ。なかったわ、ビブラート。で、この A メロのめっちゃ重要なのが、最初必ず一拍分しっかり、初めてのしっかり息吸ってあげてください。ここからリズムが全部スタートしてます。私だけ、ここもアクセントなんですけど、あのね、エッジボイスってわかりますか？あーって、このジリジリした声を、混ぜても混ぜなくてもいいんですけど、どっちかっていうと、なんか、私って綺麗になるね。私ってちょっとね、これ食いって食いしばるような歌い方が良いですよ。私だけのモナリザービブラートで、この赤線のとこ何かっていうと、ちょっと後ろにリズムを引っ張ります。ここさ、基本的にはさ、タカ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 タタタカ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 タって前に進んでるんですけど、私だけのモナリザー、ちょっとここで後ろに一回引っ張ります。後ろに一回引っ張って、もうとっくに出会ってたから、もうとっくに、またアクセントね、出会ってたから、ら、区切ります。たから。で、初めてあなたを見た。また後ろ。たか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 見た。あの日動き出した歯車。まあ、また今度区切ってビブラート。ぐる。まあ、止められない。またエッジボイス出てきました。これ噛み締めて。止められない喪失の予感。で、ここも。止められない喪失の予感。こう後ろにね、こうなんか、喪失じゃ、喪失の予感って感じで、ちょっと後ろに引っ張るんですけど、引っ張るんですけど、これね、あんまりやりすぎると、テレレ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 レ途中から、よかーん。途中からビブラートね。え、これすごいのがさ、語尾全部あのボイになってるの分かりますか？初めてのルーブルは、なんてことはなかったわ、モナリザから見た歯車、よかーん。なってるんで、頭のアクセントで勢いをつけて、わーの母音でしっかりと回収する、韻を踏む。頭で、リズムをつけて、後ろで回収するの、この A のループなわけなんです。さあ、じゃあこのループを活かしつつ、テンポをしっかりとキープしながら一緒に歌ってみましょう。ヒビゴー！初めてのルーブルは、なんてことはなかったわ。私だけのモナリザ、もうとっくに出会ってたから、初めてあなたを見た。あの日動き出した歯車、止められない喪失の予感。ここ最高なんですけど、もういっぱい、ぱい、ぱい。ここ最高じゃない？このさ、ちょっと、ぱいって言いながら音程を上げます。ぱい。ここも音程が上がるよ、下から。ルーケー、ケー、音程二つあるからね。ドーで、ここがさ、ドがさ、まっすぐなわけ。なんかさ、宇多田ヒカルさんってさ、結構さ、細かくさ、いろんなとこにビブラートかかってそうなイメージあると思うんですけど、歩けーとー、まっすぐね、意外と。もう一つ増やしましょう。で、ここはさ、一応アクセントマーク入れてるんですけど、あのね、アクセント強く読むというよりは、ちょっとね、ポーンと前に置いてあげる感じ。もう一つ増やしましょう。じゃなくて、もう一つ増やしましょう。こんな感じで。でんだるるでだるるどう。ここかっこいいの。え、ここがさ、しょー、しょー、音程を上げてあげたピークのところ、山頂のところでビブラートかけて、音程落としながら息を吐いて終わる。おー。ゆっくりやるとこうね。もう一つ増やしましょう。
昭和。難しいと、これが難しいんです。Can you give me one last kiss? Give ってさ、まあ、与えるみたいな意味なんですけど、Can you give me one last kiss? あ、もう最後のキスを私にくれますか？またくれることができますか？って聞いてるんで、私にくれますか？っていう気持ちがさ、このしゃくりに出てほしいのね。Can you give me one last kiss?途中からビブラートね、キー、最初から下突っ込まないと、まっすぐチュッてして、そのドルルルってやる、こういう感じね。ちょっと今のどうだったかな。はい。ダルルッダルルッで、しゃくってビブラートで、ほっほっほに繋がっていくんですけど、その前に、この緑の線のところ、これね、音程がめちゃめちゃ重要になってきます。これさ、で、歌うと、違いまーす。もしかしたら、ね、楽譜上はこうなってるのかもしれないですけど、あの、ね、宇多田ヒカルさんが歌ってるのは、近いはず、ね、レとレのシャープの間ぐらいの音を出してあげられてよいです。このね、ナインとかね。忘れたくないこと、ないこと、ないことじゃないわけ、なーじゃなくて、ないこと、ないこと、このレとレのシャープの間ぐらいを、そろん、そろんっていくような感じで歌うと、めちゃめちゃかっこよく歌います。ちなみに、似たようなフレーズでさ、一個前のさ、もう一つ増やしましょう。こっちは、素直に、ダン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 。二個目は、忘れたくないこと、こっちに近い感じで、ね、ここまでやるとね、ちょっと極端なんですけども、もうちょっとレとレのシャープの間を狙ってってください。これができたらかっこいい。さあ、ポイントを押さえて一緒に歌ってみましょう。ヒビトー！もう、いっぱいあるけど、もう一つ増やしましょう。Can you give me one last kiss? 忘れたくないこと、はい。ここめっちゃ難しい。これさ、あの、1オクターブでどっちも声がいるんですよ。おーっていう声と、おーっていう声、どっちも宇多田さんの声で聞こえるんですけど、おそらく、まあ、上の方のラインを歌うのが自然だと思います、基本的には。で、ちょっと1オクターブ下でレクチャーさせてください。ほ、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 うーお。うほうで、うのまま、うーお、うーお、お、お、うーわーで、これさ、うーわーでも、うーおーでもなくね、ちょっとこのその中間ぐらい、うーわー、うーわー、あとおの間ぐらいのところ、こう滑らかに移動するようなイメージ、うーわー、お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 、ここの忘れたくないことのなの音程は、忘れたくないな、D シャープ素直な方です。一個前は、忘れたくないことって歌つじゃん。こう、ほほほの時は、普通の音程で OK。なんで同じフレーズで同じ歌詞なのに音程微妙に違うんでしょうね。もう宇多田さんって本当になんかもうすごいんですけど、こと、と、ビブラートして、しゃくってビブラート、と、お、お、お、ほう、うお、ここまでしたね。で、お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 、ほう、うお、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 で、ここ、おう、おうって一応書いてあるんですけど、お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 、ほうとおの間で押し直す2回。お、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 う、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 ちょっとしゃくりながら、う、う、I love you more than you ever know, ever know. しゃくってビビラート、これめっちゃ出てくるね。no.落として、息を吐いて終わりです。I love you more than you ever know. ここは、I love you はいいと思うんですけど、more than, more than, more than you, more than you ever know, more than you, more than you ever know. カタカナ振っとくんで、カタカナ読んで、more than you ever know, no. はい、ポイントを押さえて一緒に歌ってみましょう。Here we go! のエメロと同じようで結構違います。最初は共通。いや神話苦手なんだ。アクセント、エッジボイス、噛み締めエッジボイス、ビブラートね。で、この後から、アクセントの位置がちょっと特殊になります。歌詞を見比べてみましょう。1番はさ、フレーズの頭にほとんどさ、黄色い箇所があったと思うんですけど、2番は歌詞の途中、単語の途中に、フレ、ブラララ、アクセントがございます。だからさ、写真は苦手なんだ。でもそんなものはいらないわ。あなたが
あなたがじゃなくて、あなたがになるわけ。わかる？これ。一番的なアクセントの付け方だと、あなたが焼きついたままだと一番なんですけど、あなたが焼きついたまま、私、私じゃなくて、私、私の心のプロジェクター。ここいいよね、プロジェクター。あなたが焼きついたままなんだって、私の心のプロジェクターにはヒューッつって、はい、寂しいじゃなくて、寂しくないふりしてた。またこれ遅らせるやつね、赤いのは後ろに遅らせますよ。してた、まあそんなのお互い様か様か、このさ区切りはさ、あのちょっとなんかお互い様かみたいな、これが感触が出るといいね。ただブチ切れただけじゃないよ。お互い様か、お互い様か、誰か誰かじゃなくて、誰かを求めることは、すなわち傷つくことだった。っていうわけで、2番は単語の途中にアクセントがあるおかげで、ちょっとこれ、たか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 たた、たか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 たたたた、たかただっていう風にちょっとなんかね、前に進む感じがあるんですよ。1番は、ダラララララだった、ダラララララだったって、こうなんか、気持ちが頭に来るタイプと、リズムがね、前に進んでいくタイプと、こんなアクセントの位置一つで、こんなにね、1番と2番のこの同じようなメロディーラインの、印象をバチッと変える、この本当に宇多田ヒカル様というわけで、ポイントを押さえて一緒に歌ってみましょう。 Here we go! 写真は苦手なんだ、でもそんなものはいらないわ、あなたが焼きついたまま、私の心のプロジェクター、寂しくないふりしてた、まあそんなのお互い様か、誰かを求めることはすなわち傷つくことだった。ふぅー、はい、以上です。これ結構難しいの、結構難しいんです。音域も広いし、リズムも複雑だし、早口だし、めっちゃ大変なんですけど、これね、記号を見ながらぜひね、練習してみてください。ありがとうございました。というわけで、よかったらおしらさんの SNS のフォロー、チャンネル登録などなどよろしくお願いいたします。 Beautiful World